となりましたんで、ここからは佐藤篤とワイルドで行こうでお楽しみをいただきたいと思います。今日は7月の2週目ということで、ランちゃん来てもらってます。こんばんは。おい、こんばんは。なんか俺聞こえないよ。あ、聞こえた聞こえた聞こえた。これか、なんか楽屋トークの。あ、聞こえた。やめてもらっていいですか。聞こえた聞こえたということで、おい、いつものようにアシスタントはこの方でございます。はい、桃のまゆなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。うるさいわ。いいですか、うちはトークも。大丈夫です。大丈夫です。ということで、今日はですね、はい、ゲストの方が来ていただいておりますんで、はい、ランちゃんの方からご紹介いただこうかな。はい、今日はですね、僕がもう高校生の時からもうすごいね。大丈夫ですか、ランちゃん。固くないですか。ちょっと固くなってます。大先輩のギタリストの、はい、キヨシさんです。はい、どうも、キヨシです。ありがとうございました。初めまして。今日のゲストはマットビーバーズの清さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マットビーバーズといえば、はい、ということで、歴史的なことから触れさせていただくと、はい、ヒデアンのスプレッドビーバーズで、はい、ご活躍をいただいて、はい、まあ、今はマットビーバーズさんとして、そうですね、はい、ということですね。まあ、番組にご縁いただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。たまたまね、あったで、はい、そうなんですよ。ライブハウスで、ライブハウスでしたね。で、呼んでいただいたという、はいはい、ありがとうございます。こちらこそ。で、SNS を僕ちょっと拝見して、はい、あれ、清さんライブあるぞと思って、あ、そう、はい、そんで呼んでいただいたんですよね。早速告知をまず言っておきましょうか。はい、あ、じゃあよろしくお願いします。マドビーバーズさんでライブがございます。名古屋はですね、7月の26日、はい、金曜日ですね、アップセットさんの方で、はい、ライブを控えていらっしゃると、はい、今日はそんなお話も後々できたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。緊張してますね。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。全然大丈夫じゃなさそうに見えた。あのさ、キヨさんがずっとランちゃんにはじゃあ敬語で喋るわってずっとさっき打ち合わせの時に言われたんで、もう本当ちょっと敬語は勘弁してくださいみたいなことをちょっと言って。わかりました。いえいえいえ。さっさやっていただいて構いません。いえいえ、もう本当勘弁してくださいっていう感じで、はい、大先輩なんで。ランちゃんはね、はい、なんかごめんね、本当俺あんまりこう記憶が、はい、あれなんで覚えてなかったんだけど、記憶薄いかな。何回かね、メディアユースの時とかも。はいはい、出たんですよね。よく一緒に30年くらい前、はい、一緒にライブをそうですよね、やらせていただいたんですけど、ね、うん、僕は全然存じ上げてますけど、キヨシさんの片隅にもなかったかな。いや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 、もう本当に俺がねちょっとね行かれてるかなっていうのは。いやそんなことないです、はい、多分関わる人が多すぎて。まあそうですよね、はい、ランちゃんその他大勢の中の人。そういうことですよ。いやいやいや、エトセトラの中で。いや、もう今日からは、いや今日覚えていただかないと、なんかね、それはさすがに、それはさすがにお願いします。はい。そうそう。まあね、こんな地方局名古屋の番組ですけど。いえいえ、とんでもないです。すごいなればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、早速、はい、マットビーバーズさんの曲を一曲いきましょうかね。はい。マットビーバーズで嵐の夜。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。毎月3週目の夜はセックスマシンガンズトーマスの全力ドラマ養成所。このコーナーではですね、普段僕が心がけている全力ドラマーになるために必要なものをいろいろ紹介していこうと思ってます。ぜひ聞いてください。ポッポー。ナッカーバイドのベース担当ハッシーです。マーベリックギター、そしてルーキスドルツの三浦祐希です。2024年1月から毎月第4火曜日、佐藤篤のワイルドで行こう。番組内で勇気とハッシーの地下鋼鉄音楽クラブが始まります。お気に入りのインディーズメタルバンドを紹介します。聞いてくださいね。
ということで、マットビーバーズさんの嵐の夜を、はい、ありがとうございます。はい、歌もね、そうですね、はい、そうですね、31、2ぐらいかな、歌をソロアルバム出すっていうところから始まってやるんですけどね、はい、未だに歌はいや、めっちゃかっこよかった。いや、ありがとうございます。びっくりしました、ね、僕は。そうね、昔からしてたらね、はい、俺が歌うなんてね、はい、全然考えられないもんね。よく想像できなかったです。俺も清さんの歌が聴ける、生で聴ける機会が7月26日名古屋でもアップセットでございます。はい、ます。皆さん楽しみにしていただければと思いますけど、ちょっとここからはですね、はい、お時間をいただきまして、うん、先週、先々週かな、おしょこたろさんの、うん、まあ、収録させていただいたコメントとお流させていただいたんですけども、はい、いよいよ7月12日金曜日、今週ですね、うん、数日後には、今週金曜日には名古屋電気文化会館のザ・コンサートホールでいよいよライブが迫ってきたということで、塩子虎さんのコメントをですね、はい、お流ししようかなと思うんですけど、その前に、あ、そうですね、今日は北海道の方のラジオネームメルビークさんからも、お塩幸太郎さんについてのコメントとかリクエストをいただいておりました。ありがとうございます、はい、なんですが、今日はですね、なんとなんと、うん、お塩幸太郎さんの生ギター演奏をいただいておりますので、うん、今日はね、ちょっと待って、生じゃないじゃん。あ、生なんで生じゃねえじゃん。収録ですけど、収録ですが生で弾いていただいて、CD 音源かけるわけじゃないよ。あ、そういうことね。あ、そうですそうです。生って言ったじゃん今。いや、生ってお前の原稿のせいにしただろう、番組のために。いや、違います、私が生って書いちゃいました。そうそう、書いちゃってたので、はい、そうですね、番組のために、うん、弾いてくださった、はい、演奏がございますので、こちらで今日はお楽しみいただこうと思います。はい、はい、それではどうぞ。佐藤敦史のワイルドで行こう。お聞きの皆さん、お塩幸太郎です。現音ライブ2024プレシャスタイム、やることになりまして、今年は、7月12日金曜日、電気文化会館ザ・コンサートホールで行います。現音ライブっていうのはですね、こう生の音をですね、聞いていただこうと、ギターの音をホールの響きを生かした素敵な音をこう広げていきたいなっていうコンセプトで始まったコンサートなんで、なんかまるでギターのサウンドホールの中にいるような、そんな気持ちにできるコンサートになると思いますので、皆さんぜひ、来てください。ちょっと曲をやってみたいと思います。じゃあ第3の音いきますね。お塩幸太郎でした。ということで、お塩幸太郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。繰り返しご案内しておきましょう。7月12日金曜日ですね、もう間もなく開催されます、名古屋公演、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、はい、まあ、ランちゃんの第2週目ではいつも10分コーナーをやらさせていただいているんですけれども、はい、メタルに乾杯ですよ ね、 すね、はいはい、今回のゲストさんはですね、はい、実はこの番組の大変お世話になった方が登場されるので、はいはい、うん、楽しみに聞いていただければと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、メタルに乾杯。ネイキッドマシンカンがお送りするメタルに乾杯。佐渡淳のワイルドで行こうですね、メタルに乾杯の日がやってまいりました。1ヶ月は早いですね。皆さん、暑い中どう暮らしておりますか。ということで、今月のゲストを紹介したいと思います。お願いします。スーパーブラッドのリョウです。イエイエイ、久しぶりです。皆さん、こんにちは、こんばんは。どうですか、こんばんはですね、この時間は。はい、2年ぶりですか、この番組に戻ってきたのは。いやー、本当に毎月お世話になって、はい、収録大変だったんですけど、すごい、うん、名古屋も大好きになりましたし、思い出のある番組です。はい、ありがとうございます。はい、スーパーブラッドのりょうくんに来ていただいておりますが、私たちはなんともう20年ぐらいの付き合いで、もっとかな。そうだね、
うん、結構古い、もういつだか分かんなくなっちゃうぐらい古いね。そうですね、うん、そして今でもね、お互いこうやって6回で、そう、それが一番嬉しいよ、ね、うん、お互い元気でね、活動できて、本当にそれでなんか似たような場所でいつもコンサートやってるしね、そうそう本当にあのエネルギーもらってます、かんちゃんからは、ありがとう。こちらこそありがとうございます、うん。さあ、そしてですね、あの育ってきた我々このロックの道を歩いてきまして、なんと、りょうくんが最近はオーガナイザーとしても活躍しているのですが、今月の、ね、はい、7月にあるイベントのお話をまずさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、新宿のロフトなんですね。あの全国の皆さんはね、名前は知ってるかと思うのですが、ここで、2days で熱い、のハードロックのイベントがあるのですが、お名前をまず紹介してください。はい、ゴールデンロックフェスティバル24と言います。イエーイ。イエーイ。そして日にちが7月の27日の土曜日と、そして7月28日の日曜日ということなのですけれども、はい。はい、出演者は、27日がですね、あの、ロフトというのが2つにステージ分かれてるんだよね。うん。そうそう。そう、特殊な作りなんだよね、ちょっとね。みんなちょっとよくわからないって思うかもしれないんですが、大きなライブをやるステージのお部屋があり、ドアをちょっと通るとそこに今度はちょっとちっちゃめのバーカウンターも近くにあるようなあのステージがあるんですが、ちょっと隠れ家っぽいステージ、ね、そうそうそう、うん、雰囲気があってですね、すごいかっこいい感じですね、うん、うん。で、こちらをですね、今回ドラゴンステージが大きい前のステージ、そしてガネーシャステージを、そちらの横のステージという名前を付けましてやるのですが、27日のドラゴンステージはパニッシュ、イエーイ、イエーイ、そしてラジャス、イエーイ、イエーイ、40周年、そうだね、うん、そしてブライディア、ブライディア、うん、レコーディング帰りですね、外国の。うん、はい、私たちね、きっとマシンガーだ、イエーイワンマン大成功おめでとう、 ありがとうございます、イエーイ、かっこよかった、ありがとうございます、うん、はい。そして、ガネーシャステージの方はロッカフランケンシュタイン、イエーイ、リオさん、セキショウさん、イエーイ、はい、そして、ナーバスブレイクダウン、イエーイ、大妻さん、イエーイ、そしてシャロック、イエーイ、シャロック、ジャニス、イエーイ、そしてスーパーブラッド、イエーイ、この日はですね、テーマがなんだ、女の人が多いのかな、そうなんですよ、女性ボーカルばっか集めて、最初はあのレディース名みたいにつけようかなと思ったんだけど、うん、あの結果なんかみんな男前なボーカリストばっかで良い意味でね、良い意味でね、うん、皆さんお綺麗ですけど、うん、はい、わざわざつけること必要ない、もうロックっていうことで、うん、あの統一しちゃった方がいいんじゃないかなと思ってつけませんでした、はいはいはい、こういうメンツなんですが、その次の日が28日、はい、こちらがワイルドフラッグ、はい、京一さん今ヨーロッパツアー中ですね、はい、でアースシェイカー、アースシェイカー、イエーイ、そしてベルズファイヤー、オープニング、そうだね、オープニングアクト、マット大内プロデュースのバンドです、うん、ベルズファイヤー、はい、そしてスーパーブラッド、イエーイ、イエーイということで、スーパーブラッドは2 days ですね。そうです、はい。頑張ります。はい、楽しみですね。そしてガネーシャステージの方がリールス。イエーイ、タカさん。そして、ポコさん。そうね。イエーイ。そして、はい、横須賀からはジオン。イエーイ、レムさん。そして、はい、最近 YouTube でも有名になってきました。コージ隊長のバンドが出ます。はい、隊長のバンドが出ます、はい。イエーイ。バンドというかお話もきっと楽しいと思うので、楽しみですね。そうですね。はい、撮影もあるみたいですよ。あ、そうなんだね。うん。あれかな、りょうくんはこのイベントは、うん、あの、やり始めたきっかけはどんな気持ちだったのかしら。これは、あの、今、あの、旬な、あの、勢いのあるバンドを、世代を超えてちょっと集めてみたくて。うんうんうん。あと、男女関わらず。うん。そしたら、あの、ロフトにちょうど2ステージあったんで、うん。楽しいんじゃないかなと思って。そうだね。あの、大切な時間もないしね。転換中にあの演奏してるような感じなんで、ね、すごいあのテンポよく見れるんで、バンド数の割には、うん、あのコンパクトな時間で終わります。はい。楽しんでください。はい。はい、そして今後の展開はまたこれは続いていきそうなの？まあ名前は変えるかもしれないけど、うん、まあ来年もやると思いますけど、おー、うん、でも、
ワンデーズにするかもしれないけど、うんうんうん、ツーデーズ結構、かなり結構大変だったんで。ねえ。でも、満開、オンリーワンなイベントは目指してるんで、ロックンロールオーバードーズの時もそうでしたし、はい。今後ともね、応援していただきたいというふうに思ってるよ。私も応援していきます。はい、お願いします。はい。そして、りょうくんといえばスーパーブラッドなのですけれども、この夏の活動とかはどんな感じですか？はいはい、夏はゴールデンロックフェスが終わると今度埼玉会館で、うん、ショーホールですけどね、はい、浦和ナリスさんがイベントを仕切られていて、そこにスーパーブラッド出させていただきます。あ、そうなのね。じゃあ大きいやつが2回続くのね、はい、そうですね、もう運がいいことに10周年にふさわしい流れだと、そうだね、いうような感じになってます。スーパーブラッド10周年なんですけど、そっか、ね、きっと来年だから、うん、以降兄さんなんだな、スーパーブラは。ちょっとだけね、うん、でも嬉しいね、なんかすごい兄弟みたいで、そうそうそう、はいはい、とってもいい、うん、で埼玉の方もまたパニッシュが出るんだ、うん、あ、そうなんだね、うん、そっか。で、あとジミーさんのバンドくれて、マグナムの、まるでなんか俺が組んだようなイベントだ、うん、感じなんですけど、ナルシス主催です、うん、はい。そして9月もなんか大きいイベントなんだね。はい、そうなんですよ。ずっとね、ベーシストの横さんと仲良くさせていただいてまして、はい、スーパーブラッドのメンバーは、それで没後10周年ということで、うん、関わりのあったバンドが集まってイベントを行わせていただくことになりました。うん、はい、スーパーブラッドの他に、もちろん、ユナイテッド、あと、ガルネリウスとか、ラインとか、そうそうたる、全部紹介しきれないんですけど、そうそうたるメンツが出ますんで、そっちもぜひ注目していただきたいな、というふうに思っています。はい、横山さんがね、作った、お店、フロムダスクというのね。ね。そう、俺たち4軍のみ行くとこだよね。そうそうそう、うん、こちらの企画でやりますので、皆さんこちらも楽しみにしていてください。はい、はい、お願いします。はい。ではそういうことでですね、りょうくん今日は1曲かけていただきたいのですが、何をかけますか？はい、タイトルをスーパーブラッドのニューアルバムの1曲目、ランナウェイトレイン40です。どうぞ。はい、聴いていただきました。この曲はあれですか、誰が作ったんですか？いやいや、もううちの曲は全部岡博作曲です。あ、そうなんだね。そんで、はい、歌詞をりゅうちゃんが、それで歌詞がリュウちゃん、それでいろいろわちゃわちゃ考えるのがマットさんとこでみたいな感じです。そういうふうな役割分担ができてるわけですね、はい、素晴らしい。まあこの曲はでも売りはマットおうちのツーバスをフューチャーしてるんで、おお、はい、メタルファンにちょっと聴いていただきたいですね。はい、はい、ぜひぜひ皆様聴いてみてください、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、スーパーブラッドとネイキッドマシーンはですね、一緒にツアーも回ったりとかしてるのですが、またそういう予定があるといいですね。ねえ、ねえ、ねえ、もちろん考えてるよ、と言って。いいな。な、うん。今年はちょっとなんか予定が、新宿しか合わなかったけどね。ね。ね。はい、ということで今日は、スーパーブラッドのりょうちゃんをお迎えいたしましたが。はい、ありがとうございます。はい、またね、年末ぐらいになんかワンマンがあるみたいなんで、その時もぜひ宣伝に遊びに来てください。はい、伺います。はい、よろしくお願いします。はい、かんちゃんも頑張ってね。ありがとう。はい、ということで、今週もお送りしましたメタルに乾杯、皆様聞いていただいてありがとうございました。それではランクに返します。イエーイイエーイ、 See you。 ネイキッドマシンカンがお送りするメタルに乾杯。 Get a ride Get a ride 佐藤敦志のワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。毎月3週目の夜はセックスマシンガンズトーマスの全力ドラマ養成所。このコーナーではですね、普段僕が心がけている全力ドラマーになるために必要なものをいろいろ紹介していこうと思ってます。ぜひ聞いてください。ポッポー、ナッカーバイドのベース担当ハッシーです。マーベリックギター、そしてルーキスドルツの三浦祐希です。2024年1月から毎月第4火曜日、佐藤敦志のワイルドで行こう、番組内で祐希とハッシーの地下鋼鉄音楽クラブが始まります。
お気に入りのインディーズメタルバンドを紹介します。聞いてくださいね。ガロワイガロワイ佐藤敦志のワイルドで行こう。さあそしてここからは、はい、清さんとともにスタジオからお送りしていきたいと思います。はい、はい、今日はなんかコメントとか質問とかをたくさんいただいているので、はい、ちょっと紹介しようかなと思います。はい、まず、ラジオネームマリメタルさんから初めて聞きます、はい、楽しみといただいております。ありがとうございます。そして質問の方がラジオネームともちさんからいただきました。あつさん、ランさん、まゆなさん、こんばんは。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 本日のゲスト、きよしさんに質問です、はいはい、新曲を初めてジョーさん、りょうたさんに渡した時に感想や反応があった曲はありますか？あー、はいはい、はい、また、こんなアルバムにしたいなという作曲時のテーマがもしあればお聞きしたいです。残りのツアーとアルバム作り応援しています。早く歌詞をじっくり読みながら鬼リピしたいということです。鬼リピ、鬼リピですね。ちょっと専門用語です。鬼リピしたいみたいです、はい、反応はね、りょうたは結構ね、りょうた去年から入ったんですけど、うん、バンドに、はい、まあ若さもあるんだけど、なんかこう反応がすごい、レスポンスがいい、うん、例えば曲こう作って、あの曲ってこんな感じですごいいいですねとか、すごいいろいろ感想を言ってくれる、うん、でまあそうだな、イギリスの音楽とアメリカのオルガナの感じが僕結構やっぱ好きで、はい、その辺のものを混ぜる、またオアシスとか、まあそうだ、ノックアウトモンキーとか、はい、なんかその辺と、あとまあニルバーナーから発生した、うん、とかサウンドガーデンとか90年代、ね、はいはい、の90年代の あの辺のいわゆるオルタナって言われてる、うん、はい、あの辺が結構好きで、そういうのを意識して書くんで、うん、その辺を感じ取ってくれるのはすごい良太か、ああそうです、うん、まあ、年代的なんか年代的にも、うん、だからそれはすごい僕も嬉しいし、うんうん、曲作りで、はい、まあ、メンバーさんに、こんな曲作ったけどどうかなみたいなお渡しするときは、まあ、いろんなパターンあるんでしょうけど、 どの程度まで、そのベースラインとかドラムもある程度作り込んだ上で渡すのか。僕はもう全部です。あ、そうなんですか、うん、はい、ギターのリフとメロディーだけ渡して、あと好きにしてるじゃないですか。時間かかるんで。なるほど、あ、もう全部作って、全部作って、はい、でそれを好きにやってくれる、はいはい、これをそうで変えてもいいし、なるほど、うん、自分たちなりにこれを弾いてくれっていう感じで曲は出来上がってくるんですね、うん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 、でそこからリハーサル重ねてっていう感じですかね。そうですね、リハーサル重ね、もしくはもう本当最近はもうね、リハがそんなにやらないといけないんで、はいはい、本番の日のリハで合わせてやるっていう。それファンの方聞いたらびっくりじゃないですか。だからもし、だからそれでこけてもいい、はい、生ですね、別にちゃんとやる必要ないって大変だけど、はいはい、そこでこけても面白いじゃんっていうところで、レアな瞬間見たみたいなファンの方もいらっしゃるでしょうね。そうですね、またアルバムの話なんかもね、ちらっと出てましたけど、はい、どんなアルバムにしたいみたいな。そうですね、やっぱりね、書いた曲なんかあんまりコンセプト決めて作ってなくて、はいはい、もうできた曲できた曲で、何曲かたまったらじゃあそれでっていう感じで、で歌詞でなんとかな、あ、こんなことが言いたいんだなっていうところから逆にタイトルつけてやったりするんで、うん、あんまりこうコンセプチュアルなものはないですね、最近は特に、うん、もう作り込んで意味も歌詞もがっつりそっち向けるみたいな感じでもないですね。最近はもう本当に、ね、ライブのための曲なんで、はい、いかに楽しめるか。そうですね、うん、逆にまあ、作詞作曲全部やられてるっていうことだったんですけれども、はい、作詞なんかをするときは、はい、もう全部出来上がった状態でそれを渡される、ね、あ、歌詞は全部入れてから渡します。なるほど、ジョーなんかはやっぱ歌詞が分かった方がいいっていうんで。あ、そうです、うん、はいはい、だからあんまりこう鼻歌で入れてままでは渡さない。あ、なるほど、うん、じゃあ結構作り込んでからそうですね、はい、なるほど、まあ、残りのツアーとアルバム作り応援してますっていう感じだったので、ありがとうございます、はい、はい、頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、まあね、今日は初めてマット・ビーバーさんを、知ったという方も
はい、多いと思います、はいはい、と思うので、まずメンバーをちょっとあの紹介していただいて、はい、いいですかね。ベースの亮太は先ほど言いましたけど、去年、入ってくれてですね、これあの、はい、ブリザードのベースのテラチンさんの息子さんで、はいはいはい、テラチンさんからのこう、テラチンさんの前回のゴルゴダっていうアルバムがあるんですけど、はい、それで弾いてもらって、去年ライブ、去年その前かライブも何本か参加させてもらって、テラチンさんが弾かれてたってことですか、はいはいはい、先ほどのあのカンさんの乾杯のコーナーでもテラチンさんご出演いただいたので、うん、はい、はい、でテラチンさんから息子に、そうですね、はい、だから変な話若いメンバーが入ったっていう、そうですね、はい、まあちょうど半分なんで、そうですよね、はい、僕今年60なんで、亮太今年30、半分ですね、ちょうど半分、半分、はい、ベーシスト人が今は亮太さんがやられていると、はい、もう正式で、そしてドラムは、ドラムはでジョーで、もうジョーはもうずっと、そうですね、あのヒデのサイエンサー55っていうツアーが、はい、1996年にあったんですけど、その時からのまあ付き合いずっと、うん、でまあジョーは本当、まあ、僕のソロも叩いてもらってるし、あとまあ他にマシーンっていうあのユニットを僕ベンジリンの白衣でやったんですけど、はい、それもあのジョーが叩いたりし、うんうん、してくれたりしてるんで、まあ、ジョーはもうずっと、そうですね、だから清の曲の譜面が一番多いっていう、はい、あ、譜面から書かれる、ね、ジョーはいつも譜面を書いて、なるほど、はい、なるほど、なんですけど、そのあの他のバンドもいろいろやってるじゃないですか、はい、でも清の曲が一番多いっていうごっそりやるって言ってましたね。なかなか今譜面でっていうのは なくないですか。ランちゃんどう、こんな感じ、自分で譜面を起こす感じでしょ。いや、僕たまに譜面を渡されるときがあるんで、まあ、一応僕リズム譜は一応読めるんで、はいはい、あのコードわかんないんですけど、ああげ、うん、自分では書けないです。あとドラムの譜面も、うん、なんとなくって。だから清志さんがいかに多彩で頑張ってらっしゃるかっていう、はい、いやいや、うん、いいんだよロックは。見てですよね、感覚ですよね、感覚なんだよ、すごいね、かっこいいがいいんだよ、そうそう、かっこよくないんだよね、そう、とどろつまり、うん、まあ間違えてもかっこよく間違えるっていう、はい、そうそうそう、うん、だから同じ曲でも次のライブの時違うかもであれっていう、うん、なってるかもしれないし、まあ、それもライブということで、はい、はい、ではそのライブでもねご披露いただけるかもしれない、まあ、全部曲名言ったらあれですけど、うん、次もう一曲紹介しておきましょうか、うん、はい、はい、お願いします。マットビーバーズでモーニンググローリー、お聴きいただきましたマットビーバーズで、はい、モーニンググローリー。いや、ありがとう。いや、僕高校生の頃からキューさんのことは存じ上げてるんですけど、はい、全然違いますよね。うん、そうね、最初はあのね、本当あのハードロック大好きで、ね、あのレッドセッペリンだ、マジミベイジだ、リッチブラックモアだ、キスのね、あとエスフレリとか大好きだったんで、キスも聞いてらっしゃったんです。キスすごい好きでしたね、やっぱり。一番最初キスね。エスフレリ入りやすかったみたいな。いや、でも難しかったです。難しいんですね。ラブガンとか、ダダ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 って、あれすごい練習しましたもんね。あ、そうなんですね。そうなんですね。でもすごい好きでしたね。僕の中ではもうずっと Q さんイコール早弾き、そうですね、早弾きやってた。ドッケン、ジョージ・リンチとか好きだったから。そうなんですよ、うん、もう僕昔、僕友達界隈では、あ、勝手に高校生ですよ、うんうん、あ、なんかウォーレンだみたいな、あ、じゃあ細かったからね、ラットのなんか、うん、で結構この辺ギターの位置が高かった。そうで、右手のこのこうピッキの持ち方が、あれはね、俺はジョージ・リンチのつもりだった。あ、そうなんだ。こう、うん、低いカミソリ全然わかんないよね何の話してんだろうなっていう勉強、うん、後で勉強、後で調べろ、調べます、うん、そう、だからそうそう、昔のそのあさっきも、ね、あの曲流れた時言ったんですけど、僕が高校生の時に L で、はいはいはい、なんか QL って今の L じゃなくて昔の L で、シゲさん、はい、うん、ダンサー、ジュエル、カップリングとか、あ、やったやったね、はい、僕あとすみません、レコード持ってますよ。あ、ジュエルの、ジュエルの、あ、レコード持って捨ててください。いやいやいや、今すいません、それ持ってこないと、レコードね、レコード、また今度じゃサインいただこうか、捨ててください。いやいやいや、そうで、その後僕よく存じ上げてるんですけど、その後ね、その後すぐバイラスですか。そう、そんで早弾き、まあ、25ぐらいまでそういうことやってたんだけど、はい、急にこれはもう音楽じゃないなって、ちょっと面白い、飽きちゃったんだよね、はい、いや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 、早弾きに、そう、うん、ただ早く弾くっていうか、あの要は
16分32音符ね、はい、っていうね、はい、結局そのなんていうの音符の羅列でしょ、はい、それをだからまあいかにそのだからそれがねちょっと急にダメつまんなくなっちゃったの、まあ、だからこの辺でギターを抱えてたのをもうストラップ伸ばせるだけ伸ばしてあもうスタイルここで、はい、そう、はい、で髪の毛もこう長かったんです今も長いけどそうなんですよ髪剃りで削いで全部まあ先ほどの話だけど時代はオルタナに突入してたっていうそうですねでなんかこう変わり目があったんですよね自分の中で急にバイアスでちょっとギタースタイルが変わったそれで、そんでそうですね、うん、で楽器屋でポール・リード・スミスってギターあるじゃないあれの、はい、こうなんていうのかなグラフィック塗装のポール・リードがあったの、はい、でそれ見た瞬間にこれだと思って、はいはい、でそれこれを持つんならこの辺じゃないし、はいはい、下のもうギターで、はい、そうでもこの辺でっていうでなんかバーハウスとか聴いてたから、はいはいはい、ちょうどなんかダニエル・アッシュみたいなことやって思い出して、はいはいはい、でその後にバイアスになった、はい、そうだからもうこのやっぱ人ってこう変わる前くらいそうだから3回ぐらい4回ぐらい変わってんのかな俺でまた戻るんじゃないですかまた変わる、うんま、よく原点に戻るって言うじゃないですかそうね原点っていうかね原点にはまあ戻んないんじゃないんだけどそうそうだなそれでまあそうやってやっててでヒデやって、はいはいまあ、ちょっと早弾き必要だからやりまたやりだして要はそのギター下げて、はい、ここでしかできないことをもうこの辺でやるのは簡単だから、はいはいはい、楽だけど簡単なんだ、うん、楽だからそうこの辺下げてできもう、まあ、大変ですそうそう辛いですよねこれでしかできないことしかやらないって決めてもう、うんうん、そう今あのヒデさんのお名前も出ましたけど、はい、今年もはい、はい、今年もなんと、はい、ヒデさんが立ち上げたレモネードショップなんかあるんですけど、はい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 、そちらが7月13日の土曜日から8月25日の日曜日までセントラルパーク地下街 C マーケットに期間限定オープンすることが決まった、うん、限定オープン限定は違う限定オープン、はい、限定オープンお前は限定だぞ、はい、限定されちゃったランちゃんうまいはいありがとうございますランちゃん褒めてもらえるありがとうございますあんまりないのにうるさいわセントラルパーク地下街ね、はい、テレビ塔の下でそうですね、はいはい、そちらでですね、はいはい7月のですね21日はですね僕はなんとあの一日店長をお、はい、やる羽目になってます一、はい、日店長とかオープンから最後までいなきゃいけないそうですねちょっとその辺はまだ何ともあれなんですけど、はい、店長としてあの頑張らせさせていただきます警察一日署長みたいなもんそうですそうですあどういう助けをかけるか私が店長です長みたいなね、うん、はい、はい、まあ、 詳しいことはヒデオフィシャルウェブサイトヒデレモネードショップ公式 SNS などで、こう後日、発表になると思うんでなるほど情報を待たれということでよろしくお願いしますこちらもねファンの皆さん楽しみにしてらっしゃるうまいの買いに行けよ欲しいレモネードのキャップとかあるかなあるんじゃないそれ店長に聞いて店長に僕まだなんでまだです21日からなんで21日からですね21日に買いに行かないよ、うん、あーそっか、うん、そ1日でも間違えたらいないはい、はいうんはいまあ、店はやってるけどねお店はやってる、うん、はい九さんが店長でいるのはこの日だけこの日だけはい、うんまあね、毎年楽しみにしてらっしゃる方も多いと思いますけど今年は、7月13日から8月25日ということで、うんはい、楽しみに行っていただければいいかなという感じですね、うんはい、さあそして曲の方もご紹介しておきましょうか、うん、はい、2曲目そうですねはい、マットビーバーズでそれでもこの素晴らしい世界にはいということでお聞きをいただきましたマットビーバーズさんでモーニンググローそれでもこの違え違うそれでもあごめんなさいごめんなさい私が2曲目とか言ったからそれでもこの素晴らしいはい、うん、ありがとうございます大変失礼いたしました、はい、あのまあ今の曲は、早弾きのない曲でしたけど早弾きはねないですあんまりずっとないじゃん今日かけた中であのまあ、歌声にもいろんな表情をお持ちだなと思って聞かせていただきましたけどすごいん？え？え？
いやいや俺、キヨさんこここもう何回も言ってますけど俺の中ではちょっと想像がなんちゃんが、はい、あの曲の中の時はよく喋るよねすごいこう来るね、はい、マイクオンの時に喋れる。そうそうそう、ね、あのマイクがオフの時に結構喋ってますね。喋ってます。いやなんかオンエアはねちょっといらんこと言っちゃうかなと。いいよ、ね、はい、たまに怒られることがあるんで後で、逆にあのすごい昔話から話が触れる位置にいるのに。そうだよ、うんうん、そう俺の中ではそうキヨさんを、わあキヨさんこういうギターも弾かれるんだと。そう、うん、最近はもう本当なんだろう、ロックンロールの方向っていうか、うん、あんまりこう難しいことやらないっていうか、はい、なんて言ったらいいんだろうな、シンプルに、なるべく曲もシンプルに、はいはい、で歌詞をやっぱり聴かせたいっていうのもあるから、ロックだけど、うん、まあ、あの、うん、うるさい音楽やってるけど、やっぱりそのメッセージ的なものはちゃんと伝えたいっていうか、うん、僕もあのドラムなんですけど、やっぱり最初はなんかいっぱいタムとか欲しいじゃないですか、うん、だけどもう僕も55なんで、うん、そのタム1個でいいやとか、そうね、だんだんシンプルになるでしょ、シンプルになっていきます。前まではこう要塞みたいな、うん、かっこいい、かっこいいなと思って、かっこいいと思うもんね、思ってたけど、なんちゃら疲れて弾けなくなってくるっていうだけじゃないの。まあそれもある、うん、この間も膝も大変だったしね。膝も大変だったんです。大丈夫なんですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。そんなこんなんで、あのもう一回キヨさんにライブの告知をですね。はい、もう一回。あ、わかりました。はい。じゃあまず7月の26日金曜日に、名古屋のアップセットで、はい、翌27日、大阪の南堀江ネイブですね。はい。はい、で翌28日京都ガタカで、はい、はい、ありますんで。ぜひお近くの方は遊びに来てください。そうですね、そして8月にも関東の方でまだ続きますね。そうですね、はい、8月は、八王子とか、そうです、ね、千葉とか葉で、ね、やりますので、はい、マットビーバーズさんワンマンライブツアー2024、ツアーファイナルはいつ、8月の6日、ごめんなさい、25日ですね、日曜日、下北、はい、亮太が8月の28日が誕生日なんです。あ、そうなんですか。なので一応バースデー、亮太のバースデーライブという感じになってますけど、下北沢レイクという私たちのホームベースです。下北沢レイク。そうなんですね、はい、ツアータイトルがファーサーアクセレーションという、はい、これはどんな意味、マイナー分かる、ファーサーアクセレーション学生やろ、学生じゃないっていうか学生なのかなみたいなノリですよね、うんうん、まあここからまだまだ行くぞと。そうですね、はい、さらに加速しようっていう、はい、感じですね、っていう意気込みの、はい、のツアー、はい、で8月に下北沢で終わる。つまりこの間っていうか、あの豊橋でですよね、はい、東海地方というか、はい、土日で豊橋、座学という、アコースティックライブハウスで千代市フリーマンという形でやったんですけど、はいはい、アコースティックやって、で次の日日曜日に、クラブノット、はいはい、7月7日ですね、はい、7月7日に、クラブノットでマットビーバーズ、これまた、ね、名古屋近所、まあ、近所というか、そうです、ね、電車ですぐなんですけど、これセットリストとかはあの変わっちゃったりとかするんですか。あ、もう全部変えてます。あ、全部ライブはもう、はい、ってことは豊橋行かれた方も名古屋またアップセットで楽しんで、はい、もう全然違う曲を入れてますね、はい、曲数多いってことですね。そうですね、まあ、いっぱいあるんで、長いですよね、はい、30曲とかですか。あ、ライブライブは今はね、そうでも14、5曲かな、うん、その過去にたくさん作詞作曲してくれてるじゃないですか。あとビーバーズももう なんだかんだ、そうですね、10年ちょいや、もう15年20年ぐらいあんまよくわかんねえやその久しぶりにやられる曲を選択される時なんかは、選曲される時なんかは大変じゃないですか。勇気です勇気ですけど、それこそね、亮太さんもどこまで、亮太もだ、亮太が一番ちゃんとやってくる。あ、そうなんですね、うん、あ、でもそんなもんですよね、うん、多分。いやいや、だけど後から入ったメンバーがやっぱね、で、あとやっぱ聞くんですよ、なんて言ったらいいんだろう、スポンジみたい、あ、吸収力すごい、何でも吸収で自分のものにしちゃうから、はいはいはい、そう、亮太は本当すごい、あ、こう来たかみたいな感じで、うん、なるし、だから今ライブやっててすごい、だから
結構それにチャレンジしたくなるっていうか、はい、自分でも前の曲をやりたくなるし、両太宏一くんならこういう曲もいいなとか、あの曲いけるかもみたいな感じで、そうそうそう、面白いかもなっていう。で、自分で作った曲なのに、え、これ豆腐だったって聞きますよね。あります山ほどありますこれ豆腐だってこれって言って、マシーンの曲とか、はい、これ何コード進行なんだってどこ押さえてるのかが、まあまあまあ、全然わかんない、はい、なるほど、よくあるあるです、あるある、うん、じゃ あの名古屋で今度アップセットでやっていただくときは、うん、懐かしの曲もやってくださいってお願いしておいて、ファンの方が、ね、どう来るんだ。でもね、結構ねやるんで、あ、やるんですか。この間の豊橋の、クラブノットも、まあ、30で 1,2 ぐらいの時に書いた曲を、あらま、いきなりやったんで、そうですよ、はい、そうですね、すごいですね、面白いんですよ、それがスリル、スリル、ということで今日は、はい、マットビーバーズの清さんに、はい、ありがとうございます、お越しいただいて、はい、1時間お話しさせてもらいましたけど、はい、またね、ぜひはい、ぜひ遊びに、はい、来させてください、はい、お願いします、お願いします。じゃあ最後にガンちゃん、もうちょっと喋ったねすいません、次回は最後に曲おかけしましょうか、うん、はい、最後は、マットビーバーズでクローバーを聴きながら今日はお別れしたいと思います。ということで本日のゲストはマットビーバーズの清さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではいつもの挨拶いきます。佐藤敦のワイルドでいこう。